屋で渡つみ御霊祭りが開催されたらしいぞ。多分儀式を仕切った巫女ってここみだよな。時間を見つけてここみに会いに行ってみようぜ。さエイ3番隊からの報告は以上です。三五宮様、事態はかなり切迫しているかと。ご苦労様です。ひとまずメカジキ一番隊を待機させてください。私はこれより負傷者の手当てをしてまいります。はっ。おーい、ここみー、元気にしてたか。おや、メカジキ二番隊の隊長ではありませんか。渡積島に戻っていたのですね。ただせっかくお越しいただいたところ申し訳ないのですが、見ての通り今はおもてなしする余裕がない状況でして。何かあったのか。先日私の指揮のもと、渡積島で最も重要な儀式、渡積御霊祭りを行ったのですが、そのことはもうすでに露子から聞いていますよね。オイラたちが露子に協力したこと、どうしてここみは知ってるんだろう。露子は三五宮の巫女の中でも実務を得意とする方です。渡積御霊祭りの企画を任せれば彼女の能力を生かすことができます。依頼を受けてくれた人の特徴を彼女から聞き、すぐにあなただと分かりました。なんか急に怪しくなってきたぞ。すでに露子から聞いているかもしれませんが、渡積御霊祭りは渡積島の焦土化を反転させるための儀式です。焦土化によって土地は不毛となります。これは渡積島の農業に多大な影響を与えるものです。渡積島の主な食料源は農作物ではありません。しかしその影響で食生活が変わることや輸入品に頼らざるを得なくなることは決してあってはなりません。つまりどういうことだ。これから先肉や魚は手に入らなくなり、パイモンさんは大根しか食べられなくなると。この例えでしたら分かりやすいでしょうか。それってすごく大変なことじゃないか。はい、その渡積御霊祭りに問題が発生したのです。もちろん私が行った儀式の手順に漏れはありません。あなたが回収してくれた血死サンゴも確かに大御神の力が宿っていました。ですが焦土化現象が反転する気配は一向になく、それどころか停止してしまったのです。このようなことは過去にも例がありません。これは渡積島の存続に関わる重大な問題と言えましょう。私は塩化の宮の状況を調べるため可能な限り人員を割き、その調査に向かわせました。エイ3番隊からの報告によると、振り払うことのできない暗闇が塩化の宮を覆っているとのことです。そして見たこともない魔物がいたとも言っていました。振り払えない暗闇に見たこともない魔物。これ以外の情報はエイ3番隊の調査では得られませんでしたので、有益な情報はほとんどありません。また過酷な環境のため数多くの兵が不慮の災難に見舞われました。何度も人を送ってはいるものの状況は好転しません。本当に申し訳ありません。どうかもう一度ご助力いただけないでしょうか。渡積島を代表して心よりお願いします。感謝いたします。では早速私と共に露子に会いに行きましょう。
それに旅人も。お二人は。なるほど、お二人は相引きをするような仲でしたか。うん、おふざけはよしてください。つゆこ、そのような態度でいたら来年は亡きと交代し、渡墨島のフライム生態管理を担当してもらいますよ。冗談ですよ。お二人が会いに来たということは、塩化の宮の件でしょうか。ああ、さっきここみから聞いたんだ。ここみですか。でしたら、すでに三五宮様からお聞きになっていることでしょう。今、塩化の宮は異様な暗闇に包まれています。また、何もないはずのところから、見たこともない人型の魔物が現れているとのことです。人型の魔物？はい、自らの意志で動く鎧です。精神が錯乱してしまった者の証言のようにも聞こえますが、帰還した負傷者たち全員がそれについて語っています。それだけではありません。暗闇の中では普通の敵でさえも手強いそうです。それゆえ A3 番隊は手痛い被害を受けました。しかし、撤退した負傷者がもう一つ不可解なことを口にしています。罪と名乗る巫女が負傷者を治療しているらしいのです。罪？三五宮の記録にはそのような巫女は存在しないはず。はい、確かに記録にはありません。しかし彼女は戦闘祭という儀式を執り行い、塩化の宮の中央に明かりを灯しました。彼女のおかげで負傷した兵士たちは安心して治療を受けることができています。戦闘祭？確か宴会祝輸修正でその名前を見たことがあります。ですがこの儀式は塩化の宮でしか意味をなさないため、渡墨島には引き継がれなかったのです。負傷者の手当があるため私はここを離れられませんが、できればその罪という巫女に会ってみたかったですね。いえ、たとえ三五宮様の手が空いていたとしても、あそこに行かせるわけにはいきません。今の塩化の宮は非常に危険です。旅人とパイモンのような無双の勇士でなければ足を踏み入れられないほどになっています。そうだそうだ、オイラたちにしかできないことだぞ。これまで何度も協力してきた仲ですからね。その罪という方について他に何か情報はありますか？顔の上半分を覆う奇妙なお面をしていたという報告があります。そうですか、なぜ顔を隠しているのでしょう。三五宮様、私の愚見を申しますと、罪は非常に有効的です。そして厳しい状況下にある今、現段階では悪意の有無を疑い、盟友か否かを推し量る余地はありません。はい、理解しています。負傷兵を撤退させるため、すでにメカジキ一番隊には塩化の宮へ向かうよう待機させています。旅人さんも彼らと同行していただけますか？メカジキ一番隊があなたを塩化の宮の中央拠点へと送り届けてくれるはずです。それとこれを持っておいてください。これって何かの破片か？ただの装飾品です。もし選択に迫られた時はそれが助けとなってくれることでしょう。三五宮様、それは渡墨島にとってもう必要のないものです。それに残りの2つのかけらは塩化の宮にあります。もし縁があればこれを機に再び1箇所に集めることができるかもしれません。かしこまりました。では緊急救助任務、三回道合いの祭り、これより開始します。はい、あなた方にはいろいろと迷惑をおかけしてしまいすみません。負傷兵の手当てをしなければなりませんので、私はここで失礼します。準備ができたら上野のところへ行ってください。渡墨島のフライム生態管理ですか。
リーゆえにも四害であるネズミ、ゴキブリ、ハエ、フジツボを駆除する業務があると聞きました。プライム生態管理もその類のものでしょう。暗闇に包まれし塩化の宮、そこへ向かう準備はできましたでしょうか。はい、万全な準備をしておいてください。暗闇に包まれし塩化の宮、はい、では私についてきてください。もし機会があるなら、来年メカジキ一番隊はフライム生態管理の任を申請しようかと思います。塩化の宮に行くよりもフライムの方がよっぽどマシですので、空っぽの鎧でカチャカチャと音を立てながら追いかけてくるなんて、そんな魔物恐ろしすぎます。おいらもそう思うぞ。ひとまずこの場所なら安全です。当面の間、危険が及ぶことはないでしょう。やあ、君たち。あなたは A3 番隊の変わり者で有名な矢部さんでしたよね。お前、なんだか他の兵士と違ってかなり元気そうだな。そうかい。実は小さい頃から怪談とか怖い話が大好きでね。塩化の宮に来ていいものを見ることができたおかげかな。ああ、なんて刺激的なんだ。もうたまらん。おいら、全く理解できないんだけど。せっかく塩化の宮に来たからには、ここに伝わる四大奇談を調べてみようと思ってるんだ。特に奇談の中で最も謎とされてる分野事案をね。わざわざ危険なことに首を突っ込まないでほしいのですが、いざという時あなたを助けに行かなければならないでしょ。まあまあ、それについてはまた。あそこの階段の上に臨時拠点があるのは知ってるかい。まだ行ってないんだったらまずはそこで休むといい。さんが作った臨時拠点にはもう行ったかい。あそこの階段のすぐ上にあるよ。真っ暗な塩化の宮を探索する前にまずは拠点を確認しておくといい。はっ、あそこに怪我人の手当てをしてる巫女がいるぞ。きっとあの人が罪だな。彼女に今の状況を聞いてみよう。お二人とも今までの方々とは違うようですが、あなたたちは人間ですか？もちろんこいつは人間だぞ。わたつみ島の人じゃないけど。ではあなたは人間の子供ですか？そうでしたか。人間は成長すると飛行能力を失うのかと思ってしまいました。深海ビショップの子供が色を見分けられ、大人になるとできなくなるのと同じように。スミは深海ビショップについて詳しいんだな。あなたたちどうして私の名を？ああ、お前が助けた負傷兵から聞いたんだ。なるほど。私は
メカジキ一番隊の隊長代理を務めている上野と申します。負傷者の避難とこの塩化の宮で起きている異常の調査を手伝うため来ました。メカジキ一番隊は少し休憩を取った後に行動をするつもりです。ひとまず私はここで失礼いたします。ではあなたたちは問題を解決するため来たのですね。それは助かります。現在私は線の灯火を維持するだけで手一杯な状況。この蔓延する暗闇を私一人ではどうにかできそうにありません。一体何が起きてるんだ？スミは原因を知ってるのか？全ては虚空からの侵入による影響です。白夜国の住民はこの世に三つの世界があると考えています。それがビシャップ界、人間界、巨界です。塩化の宮の暗闇は虚空のアビスによるもの。ビシャップも人間も耐えられるものではありません。でも深海ビシャップは暗闇が好きなんじゃないのか？深海ビシャップはただ光を嫌っているだけに過ぎません。この深淵において光は人間の活動を意味するものですので。事実書物の中でビシャップ界は光界と呼ばれています。純粋で原始的な元素生物の世界という意味です。そしてこの光界の七曜は荒れ狂う元素力の頂点に立つ者たち、元素七竜です。つゆ子が今回の任務を三回道あえの祭りって言ったのもこういう理由からだったのか。三回道あえの祭り、確かに事実に沿っています。しかしより正確に表すなら三角道あえの祭りというべきです。巨海の黒霧の根源は塩化の宮の境で三角を描くように立つ高塔にあるのですから。その三つの高塔って前に試練で行ったところだよな。行ったことがあるのですか？おう、話すと長くなるけどな。そうですか。そういえばスミはどうしてそんな妙なお面をかぶってるんだ？これは醜さを隠すためです。成長の最中、私は様々な出来事に遭いました。隠さなければ人々を怖がらせてしまうのではと不安なのです。これのせいで私を信用することが難しいのでしょうか？いやいや違うんだ。スミは怪我人を助けてくれてるし、きっとみんなも感謝してる。ただだ言っていることがよく理解できないのですが、とにかく塩化の宮の暗闇を解決してくれるのであれば私が道案内をしましょう。もしあなたたちが私を信用してくれたらの話ですが、私は負傷者の手当てをしています。それから新しく来た人たちから状況を聞きたいのでここで失礼します。どうするんだ？オイラ罪を信じたいけど、とりあえず負傷者たちから話を聞いてみようぜ。こんにちは、どうかしたかい？お面をかぶったスミっていう巫女がいるだろ。オイラたちその人のことについて聞きたいんだ。さては彼女がつけている奇妙な面が気になってるんだろう。なら俺に聞いて正解だ。おお。スミさんに助けられた人の中でも俺はかなり最初の方でな。その時から不思議に思ってたんだ。どうして塩化の宮の失われた儀式を知る巫女があんなお面をかぶっているんだろうってな。そこでその謎をはっきりさせるため俺はしつこく聞いてみた。それでどうだったんだ？ああ、その時はまだ人が少なかったからか、彼女はお面の下を少し見せてくれてな。おかしなところはほとんどなかった。ただ
彼女はある一部分を隠すためだけにお面をしていたんだ。彼女の瞳孔は縦に伸び、蛇のような細長い目をしていたんだよ。それを見てお前は驚かなかったのか？まあ普通ならビビるだろうな。でも渡墨島には誰もが知る伝説があるんだ。いや、伝説というよりも史実か。渡墨大御神の第一の眷属、渡墨の御使い一族だ。言い伝えによると、その者たちは半人半者だったらしい。かつて我々の祖先に力を貸し、深海ビショップを討伐したと言われている。今は歴史の中に消えてしまったが、ツミさんは蛇のような瞳を持っている。だから自然と信頼感が湧いてきてな。俺はきっとその一族が危機を察知し戻ってきてくれたんだと思ってる。なるほどな。小難しいことはよくわからんが、ツミさんは信頼できる人だと俺は思うぞ。スミさんがいるんだ。きっと問題ないだろう。やあ、何か用かい？お面をかぶったスミっていう巫女がいるだろう。オイラたち、その人のことについて聞きたいんだ。なんだ、スミのことか。具体的に何が聞きたいんだ？ちなみに好きな人のことや結婚しているかは聞いたことあるが、何も答えてくれなかったぞ。そういうんじゃなくて、罪に何か怪しい点とかないか？怪しさがあることで美しい女性はより魅力が増すものだ。謎めいた、つかみどころのない幻のような感じ、わかるかい？いやいや、真面目に答えてるつもりだぞ。でも強いて言うなら、彼女がつけている2つの装飾品が気になるな。一つは彼女のお面。彼女がなぜあれを選んだのかはわからないが、ちょっと怖いだろ。それとさっき僕に包帯を巻いてくれた時、首飾りがちらりと見えたんだ。割れた何かを紐で結び、それを首飾りにしているようだった。まさか彼女すでに生涯の伴侶を見つけているのか？それはありえるかもな。とりあえずお前は早く目を覚ました方がいいと思うぞ。ひげが伸びてきたな。槍でひげを剃ろうかと思うんだが、いけるかな？よっ、ふっ。負傷兵たちが休んでる。邪魔しないでおこう。これだけ聞ければ十分だな。どこか他の場所で情報を整理しようぜ。スミは部屋の中にいるし、こそこそ話しているのがバレたら気まずいからな。どうでしょう、決まりましたか？もう少し考えさせてくれ。もちろんです。恐怖で決心がつかないとしても仕方のないことですから。行きましょう。聞けた情報は、罪のお面の下には蛇のような目が隠されている。そ
渡墨島の人々はそれをオロバシの眷属の特徴だと思っている。うん、あいつの行動を見ると確かに渡墨島の人々を守ってるよな。それに塩化の宮を覆う黒霧を払うため努力しているみたいなことも言ってた。オイラは信頼できる人だと思うぞ。じゃあ戻って罪に協力することを伝えよう。どうでしょう、決まりましたか？おう、塩化の宮の黒霧をオイラたちで解決しようぜ。助かります。ではこちらをお受け取りください。これは牧草の箱。以前解決策を模索していた時に大日神輿で見つけたものです。実は戦闘儀式の方法や必要な道具も大日神輿から見つけました。私が人間の文字を読むことができ良かったです。あ、お前が人間の文字を読めるのは当たり前だろ。もしかして古代塩化の宮の文字が読めるってことか？いえ、何でもありません。宴会祝遊修正の文字が読めると言った方が正しいでしょう。それが古代の文字か現代のものかは分かりませんが、気にしないでください。それよりも話を戻しましょう。この牧草の箱は光を採取できます。それにより小さな範囲ではありますが巨海の暗闇を払うことが可能です。また黒霧の加護を得た魔物がいたら牧草の箱を使うことでそれを打ち消すことができます。ちょうど拠点の近くにそういった魔物がいるようです。牧草の箱の力を試してみてください。私は後から追いかけますので。そこに行って魔物を退治してきてください。牧草の箱の力を使うことをお忘れなく。私は上で黒霧の動向を確認してからすぐに向かいます。行きましょう。今泉、頼む。一生のお願いだ。はあ、女の子の知り合いなんていないぞ。紹介してほしいなら他を当たってくれ。そのことじゃない。ここって鏡がないだろ。槍で俺のヒゲを剃ってくれないか。お前のそのヒゲ、今年の人参の苗よりも短いじゃないか。剃る必要なんかないだろう。立流呪言、ご安心を。よく見てよ、神道の権限。チョック呪言よっ、はっよっ、へい、行きましょう。チョック立流。
なりの腕をお持ちのようですね。当然だろ。この間決死サンゴを取ってきた勇者もオイラたちだからな。まさかあなたたちが。いきなりどうしたんだ。いえ、何でもありません。あなたたちならエンカノミアの3つの境を沈めることができるでしょう。それと他にもお二人にお伝えしておかなければならないことがあります。書物によると、わたつみ五稜祭の本質は邪神の生命力を使うことにより2番目の眷属三号王中を強制的に目覚めさせることにあるそうです。この眷属は荒れ狂う元素力を人間世界の安定した元素へと転換する分解生物。巨大なサンゴは王中族が邪神の血によって蘇ったことを象徴しています。そして今サンゴ王中の大規模な蘇りによりエンカノミアの生態環境は一変しています。言われてみればそうだな。黒霧とか魔物のことを抜きにしても見たことのない植物や鉱物が急に出てきたような気がするぞ。そして現在状況はさらに複雑です。巨海の黒霧に抑圧されたせいで航海と人海の事象が停止してしまっているようなのです。黒霧を払い変化を継続させるためには牧祖の箱の力を使う必要があります。牧祖の箱を使いどうか問題を解決してください。私はそこの彫像の下であなたからの連絡を待っています。を滅ぼし直ご助力を。吸引テスト開始。6308式ユニット吸引テスト開始。雷光いと美しきかな律令。うまくいったな。罪に報告しよう。クソの箱の扱いはもう大丈夫そうですね。ではこの度の最終目標を説明しましょう。先ほども申した通り私たちはエンカノミアの境にある3つの高塔へと行く必要があります。あの塔はアビスに連なる者たちが伝統と形式にのっとり修復をしたもの。巨海の塔です。アビスに連なる者ってまさか。あの者たちは偽りに満ちています。どのようにしてエンカノミア3階と3つの境のことを知ったのかは分かりません。ただアビスの技術により彼らはあれをもたらしました。その後巨海の塔を利用してアビスの力はばらまかれました。これはサンゴ王宮と深海ビショップにひどい苦痛をもたらすものです。果たしてこのようなことに何の意味があるのかは分かりません。私たちにとってアビスとは猛毒そのもの。しかし彼らにとっては甘美な珍種なのかもしれません。おそらく人をもてあそび裏切るのが好きな者たちなのでしょう。やっぱりあいつらで間違いなさそうだ。おや、知っているのですか。どうやら私たちにとって共通の敵のようですね。ああ、黒霧を払うには巨海の塔の最上階まで登らなければなりません。その後航海のタガネを起動し航海の力を取り入れる必要があります。人海の地脈、航海の元素本流、そして巨海の暗流、
それらすべてが強大な地、それがエンカノミアです。私は書物に記された通りに儀式を行っただけに過ぎません。ただ戦闘の核となるのは目の前にあるこの人の像のようです。これに公開の力が込められた結晶を奉納すれば、ボクソの箱を強化できるはずです。またここで休憩を取れば、ボクソの箱の力を回復することができるでしょう。それからこちらの手書きの地図をお受け取りください。これには3つの塔の位置が記してあります。探索は段階的に進めた方がいいので、まずはこの塔から調べることをお勧めします。私がお役に立てるのはここまでです。あなた方のご分を祈ります。